で、この車やっぱりその雑味がないっていうか、気持ちいいですね、これね。エンジンが遠くにあるっていうよりも、もうエンジンがないんじゃないかっていう、あ、いい季節に来ましたね。キントチャンネルの岡部です。今日はレクサス名古屋西さんにお邪魔しました。というのも、キントのチャンネルでとても反響のある車がありまして、その車に試乗させてもらえるということでやってきました。早速その車の元に向かおうと思うんですけれども、その車がこちらのルビー X です。そして今日はキントで試乗のプロこと浜谷さんと一緒にお届けします。おはようございます。はい、おはようございます。浜谷は元自動車メーカーの企画マンということで、車に詳しいのはもちろん、1800台もの車にこれまで試乗されてきたんですよね。はい、そうですね。いろんな車にこれまで乗ってきましたけれども、レクサスもほとんどの車、今まで乗ってきましたので、今日はとっても楽しみにしています。早速、LBX の外観を見ていきましょう。今日乗る LBX のグレードはクール。ボディカラーはソニッククロム&ブラック、内装はブラック&ダークグレーの車です。大きさがですね、本当は小さいんですけれども、あまり小ささを感じさせない、そういう車だと思います。しっかりしたタイヤの踏ん張りであるとか、フェンダーの張り出しであるとか、全体の存在感がとてもあると。やはりこのフェンダーですね、フェンダー、リアのフェンダーが特にですね、張り出していると思うんですけれども、これによって車の立派さとか走りの良さとか安定感、そういったものが出てると思いますね。最近のレクサス車に共通の一文字型のテールランプとか、これもですね、非常に立派なもんだなと。レクサスのマークがですね、L マークからレクサスという文字に変わったっていうのも、最近のレクサスお決まり通りということになってます。このライトも結構特徴的ですよね。そうですね、 LED をうまく使ったライトの構成になっていて、非常に幅広感とかですね、キリリとしたスタイリングになっていると思います。矢印が向きが逆になったんですよね。こっちからこっちに変わったっていうことですね、はい、そうですね。あと新しいスピンドルグリルの解釈でですね、上は一文字があって、下がこういうグリルになっているというのも新しい表現になってますね。はい、エンジンルーム見ていきたいなと思います。ダイナミックフォースエンジンと電気モーターを組み合わせた構成になってます。3気筒のエンジンはトヨタブランドでも使ってるエンジンですけれども、バランスシャフトをつけてノイズとかバイブレーションが出ないような工夫されています。あとこの車ですね、新しいハイブリッドシステムでかなり電気の仕事をする割合が高くなっていまして、モーターの出力がかなり上がっています。モーターとエンジンの総合出力で136馬力ということになっています。荷室もちょっと見ていきましょうか。荷室は300何リッターだと思うんですけれども、結構十分なものが取れていて、下もじゃあるんですね。下もあるんです。二段式になっています。結構しっかり荷物乗りますね。割と乗ると思いますね。さらに乗せたい場合はシートバッグを倒して、そうするともっと長いものが乗るということになってますね。後席を倒すとかなり広々と、ここまで倒すと相当いろんなもの乗りますね。こちらのシートはウルトラスエードなんですね。ウルトラスエードとセミアリンのコンビネーションのシートですね。コンビネーションなんです、ね、やっぱスエードがすごく上質でおしゃれな空間ですね。そうですね、シートだけじゃなくて、センターコンソールからトリムからインパネと全部ですね、コーディネーションされているので、とってもいい雰囲気の空間になってます。クラスレスというか、上級のレクサスの車と比べても見劣りしない内装になっているということですね。では出発しましょう。じゃあ行きます。
よろしくお願いします。静かですね。電気で走ってますからね。レクサス名古屋西を出発して豊田市の倉ヶ池公園に向かいましょう。やっぱり静かですね。これエンジンかかってますけど、エンジンかかってるっていう感じが全然しない。やっぱこれノイズキャンセラーが効いてるんだな。やっぱりマーク・レビンソンのとセットでつくアクティブノイズコントローラーがよく効いてると思いますね、これは。普段 UX なんですね。そうですね、僕の個人の車 UX ですね。幅はそんな変わんないんだけど、なんか全体の車の小ささがやっぱりこっちの方がコンパクトなんで楽に運転できてる感じがしますね。 LBX は全長4m4190 かなんかだよね。 UX は4400あると思うんですよ、長さがね。4495だからちょっと違うよね、うん、ちょっと短いというか、はい。まあ、ここの視界どうですか。このフラットになってるんですけど。そうですね、これ視界いいですよね。よく前が見えて運転しやすい車ですね。この窓が三角になってドアミラーの形状で四角がない。そうですね、四角は少ないかな、やっぱり。座ってる場所がやっぱり SUV らしくちょっと背が高いので、視点が高い、周りを見渡して走ってるっていう感じ。全体に小さい車なので乗りやすいというところがありますね。桜が綺麗ですね。これ桜綺麗ですね、この辺ね。ちょうど満開じゃないですか、うん、今日ぐらいで。この名古屋城の周りですけども、名古屋城公園とかは綺麗なんじゃないですかね。とっても今日行く倉ヶ池公園も桜綺麗だといいですね。そうですね、はい、今から都市高速入ります。まあ十分ですね、加速力とかね。全然やっぱこれ電気の力が大きいのかな。エンジンが頑張ってるとかさ、エンジンが負担になってるっていう感じはしないもんね。こうやって回していっても3気筒の音はあんまり気にならないし、やっぱりノイズキャンセラーも効いてるし、エンジンのバランスシャフトも効いてるのかなっていう感じがしますね。本当に静かだな、やっぱり。車内でお話ししてても、うん、雑音が入ってくる感じとかは一切なくて。そうですね、やっぱりアクティブノイズコントローラーは大きいな、やっぱり。ちょっと26万のオプションではあるけれども、これ必須ですよね、オプションが欲しいよね。メーカーオプションですよね。メーカーオプションですね。乗り心地はやっぱりあれだな、ちょっとスポーティーな方向に振ってあるんじゃないかなっていう感じはしないではないよね。でも嫌な振動とか嫌な音が来ないんで、そこは楽だよ。気持ちよく走れます。レクサスブレイクスルークロスオーバーっていう頭文字らしいですね。なるほど、やっぱりブレイクスルーしてるんですね、いろんなところで。ブレイクスルーを感じますね。今日撮影のスタッフが後席にいるんですけれども、後席どうです、座り心地。後席狭いから先入観になってるんですけど、全然大丈夫です、狭くないです。座面は UX とかで少し立ってるんですけど、このぐらいの角度で疲れず腰も痛めず長く乗れるので、かなり配慮されているんですけど、乗り心地もすごく良くて、振動も運転席と同じくらいでも伝わらない快適性があるので、それが第一印象ですね。そしたらこの大きさでいいじゃんって思っちゃうよね。この大きさでいいじゃんって思っちゃいましたね、うん、センターコンソールあるのすごいいいですよね。コンパクトカーには大体こう非常に、はい、アームレストないんですよ。ないですよね。ある車は少ないんですけど、これあると長距離もねすごい楽ですし、助手席乗ってる方もね、なんか使っちゃいたくなりますよね。
これ味わっちゃうとない車に戻れないですね。非常機もこの素材も何言いますか、柔らかい素材になっているから、スエードですかね。スエードなんですけど、これあのいわゆるギラックスの方は革ですけど、そっちの方も同じように革素材なんだけども、今日柔らかさ、ただ触れた時に硬さを感じないと少し沈む。確かに分かります。で肘を置いても、はい、肘を置いてもそうなんですよ、全然こっちのいい、うん、柔らかさとなかなかに沈んでもいい。これ私最初乗った時センターコンソール開かないってなってショート動画撮ってめちゃくちゃ再生回ってるんですけど、ここは皆さん上に持ち上げるんじゃなくて、ここのレバーを掴んで引くと、そうするとドリンクホルダー、ここにも1個あって、ここにも1個ですね。これさらに引いた状態で、あ、そう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 。で、ここにちょっと物も収納できる。いいですね。皆さんこれ力技で壊さないようにしてください。やっぱ今みたいな継ぎ目でもショックは来るんだけど、それが嫌なショックじゃないっていうところがね、この車の特徴かなっていう感じですね。乗り心地的にはここですね、つなぎ目これですね。継ぎ目は継ぎ目として伝わってくるのは、これはもうなんて言うんだろう、ドライビングにする上での必要なインフォメーションだから、直接的な衝撃として伝わるのか、それともちょっとなんか間接的だよねっていう風に伝わるのかとか、でこの車やっぱりその雑味がないっていうか、伝わり方がですね、非常に素直に路面の状況を伝えてくるけれども、それが嫌な音とか振動で伝わってくるわけじゃないっていうところがね、いいところだと思いますね。気持ちいいですねこれね。ここ今どこ走ってますか？名古屋からトヨタに向かうグリーンロードっていう道を走ってますね。グリーンロード、はい、結構コーナーリングといいますか、ここはコーナーが多いんですよね。こうアップダウンがあって、結構アップダウンありますね。まあしっかりしてますよね。しっかり曲がるし、ちゃんと安定して回ってるっていうようなメッセージも伝わってくるし、いいです、いいですねこれね。本当にあれだね、エンジンの存在を感じないね。何回も言うけど、すっごい静かですね。うん、今まあ電気で走ってるからエンジンはかかっていないんだけど、今エンジンかかったけど全然わかんないもんね。レクサスのハイブリッドではよくエンジンが遠くにある感じがする車だなってずっと思ってたんですけど、まあそれは遮音がいいっていうそういう意味ですけど、この車は本当にエンジンが遠くにあるっていうよりも、もうエンジンがないんじゃないかっていうぐらいの感じがしますね。あ、いい季節に来ましたね。いいですね。美味しいです。美味しいですか？美味しい。思ったより甘さ控えめです。でしたね。LBX どうでした、乗ってみて。うん、大変キビキビ走って、すごく静かで、フラスレスな感じっていうのはよく分かりました。本当にあんな小さな車で来たんだなっていうことをね、思わないぐらい大きさの感じは分からなかった。助手席乗ってても全然リラックスというか、うん、広いなって思いました。
視界が広いからなのかな、結構なんかフラットで、そうですね、なんかあんまり遮るものがない感じで、うん、なんか視界がいいんだよね、はい、あのナビの位置下に置いてるの聞いてそうですよね、あの位置にナビ、なんかそういうことか、はい、結構目の前が開けてる感じが新鮮ですよね、ああいう感じ、うん、浜谷いかがでしたか。はい、とってもいい車だと思いました。 95.5 キロ走って燃費 21.1 なんですけれども、これも十分以上のレベルだと思いますし、まあ走ってきた感じも小ささを感じさせない乗り味であるとか、とてもやっぱりこのクラスでは考えられないような静かさであるとか、そういうことが実現できているプラスレスの商品ということが実現できているんだなということを実感できました。本当にいい車だと思います。浜谷試乗機お疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。また浜谷試乗機見たいなと思ってくれた方はぜひ、チャンネル登録といいね、あとコメントもぜひいただけると嬉しいです。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ、はい、バイバイ。今日はレクサス名古屋西さんにお邪魔しました。